の爪の赤を煎じて飲ませたいよ。こうすれば少しはダサツじゃなくなるかも。でも私もたまにはミーコちゃんみたいな格好してみたいな。あ、なんか言った？なんでもない。私だって女の子っぽい服ぐらい持ってるもん。やっぱ女の子なんだから、こういうフリルの一着ぐらいあってもいいわよね。本当？あら、こっちのもかわいい。どれにしようかな。これなんかどう？うわー、かわいい。50% オフなの？よし、買っちゃおう。やったー。でも似合わない。はぁ、その場で試着もしないで衝動買いなんかするから。ずっとタンスの肥やしになってるんだけどさ、やっぱ髪型が悪いのかしら。ちょっと、私美容院行ってくるからお留守番お願いね。はーい。美容院？こちらへどうぞ。もう、おとなしくしてるのよ。今、暇だからちょっと髪の毛いじってあげよっか。ほんと？わーい。いいのよ、その子は。いいんですよ、彼女新人ですから、練習させてやってください。でも、どんな感じがいい？あのね、女の子っぽく可愛い感じにして。オッケー。ミーコ、何買ったの？さあ。みんなが私に注目してるわ。そうよ、今日の私はフランス人形。いや、な
んだか心の中まで甘く優しくなってゆくみたい。女って着るもの一つで心持ちも変わるのね。ミコ、ドッジボールしない？私、今日はやめておくわ。なんで？だって、髪の毛乱れちゃうもん。は？服も汚したくないし、教室で読書でもしてますわ。鏡見てから物言ってくれよな。何すんのよ！まあ、なんて可愛らしい服。顔と全然合ってないわね。うわに普段着慣れないもんだから、こんなに足開いちゃって。さてと、サッカーでもやりに行こうぜ。待ちなさいよ！わだから柄じゃねえもん着るなっつんだよ。あんたなんかに、女の子の気持ちなんて分からないのよ！たっぺ、言い過ぎだよ。あそこまで本当のこと言っちゃ。分かってるよ。どうせ私にはこんな服似合いませんよ。でも髪型を変えればもしかしてって思ったのに。たっぺのバカ。あれ、ミーコちゃん、ん、どうしたの？ユカちゃん、あれ、あ、どうしたの？ユカちゃん、その格好。ミーコちゃんこそ。ミーコちゃんの真似してみたんだけど、やっぱ似合わなかったかな。なんで私の真似なんか。ユカちゃんいつもフリフリの服すごく似合ってるのに。ミーコちゃんだっていつもとってもかっこいい格好してるじゃない。え、私いつも羨ましかったんだから。あ、私もユカちゃんみたいな格好してみたかったんだ。え、ほんと？私ってフリフリの女の子っぽい服って似合わないかな。ああ、今朝のあれね。ねえ。いや、ミーコはミーコらしい格好が一番ミーコらしいと思うな。つまり似合わないってことね。そんなこと言ってないだろ、ミーコ。なーに、わけのわかんないこと言ってんの。ミーコちゃんだっていつもとってもかっこいい格好してるじゃない。私いつも羨ましかったんだから。そうだよね、私らしけりゃいいよね。おはよう、ミーコ。おはよう。私も入れて。うん、やろやろ、いっこよ。いいよ。山田、音に戻ったな。ああ、やっぱお前の言葉に傷ついちゃったんじゃねえの、かなかな。ごめん、手が滑っちゃった。さよなら。待ちやれ、待て。ミーコちゃん元気ね。元気すぎて困るよ。